はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、 MF ゴースト第5巻のオリジナルトミカの方を見ていきます。まずはパッケージの方から見ていこうかな。こんな感じでコミックとトミカがセットになってるタイプだね。オリジナルトミカ付き限定版 MF ゴースト第5巻って書いてあるね。こんな感じで書店の方では販売されてるようです。でちなみに私の方は Amazon の方で予約をして購入しました。結構オンラインショップの方では予約段階で品切れが続出してたね。いろんなオンラインショップの方を見てみても、どのお店も大体が在庫なしになってるね。そのくらいこの MF ゴーストっていうコミックは人気なのかな。なので気になる方はお近くの書店の方でチェックしてみてください。それじゃあ早速開けていこうかな。ビニールを外すとこんな感じでコミックとトミカだね。でトミカの箱の方はこんな感じで入ってます。こんな感じでコミックの中に出てくる一部のストーリーが描かれてるパッケージだね。で側面の方とかはこんな感じだね。裏の方はこんな感じになってます。はい、しっかり見ていきます。このトミカはドリームトミカの MF ゴーストトヨタ 86GT になってます。 MF ゴーストのコミックの中に出てくるカナタ仕様ってことだね。ボディカラーの方はレッドのソリッドって感じかな。で塗装面の部分はこんな感じで光沢のある感じの塗装になって綺麗だね。まずはフロントの方から見ていくとこんな感じだね。中央の部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてます。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってるね。でフォグランプの部分とかはこんな感じのプリントで再現されてます。グリル周りのメッシュの部分もいい感じになってるね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じで、特にこの辺りのプリントはされてないね。ルーフの部分はこんな感じになってます。で助手席側の方を見ていくとドアの部分にはホワイトの文字で86ってプリントがされてあるね。結構大きな文字なのでインパクトが大きいね。でこの辺りにも小さくプリントがされてあって、これはトヨタ86のベーシックトミカの方でもプリントされてある文字かな。でサイドの方から見るとこのホイールの部分だね。リムの部分がレッドになってて、この辺りがかっこいいね。でリアの方を見ていくとトランクの部分にはトヨタのエンブレムがプリントされてます。でテールランプの部分はこれはシルバーの塗装になってるね。マフラーの部分とかディフューザーの部分もいい感じになってます。で運転席側の方を見ていくとこんな感じで助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとこの辺りは特にプリントとかはされてないね。リアスポイラーの部分もついてないです。で真上の方から見るとこんな感じになってます。内装の方はこんな感じだね。ちょっとブラックで内装見づらいけど、運転席周りの部分もしっかりと作られてるね。シフトノブの辺りもいい感じになってます。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でその他のアクションはこの左右ドアの開閉があるね。でシャーシの方を見ていくとトヨタ86ナンバー45番の2012年のシャーシになってます。こんな感じで MF ゴーストのコミックの中で登場するカナタ仕様の86が再現されたんだね。でボディ形状とかを見ていくとこの86は前期モデルになるのかな。86の後期モデルの方と比べてみようと思います。はい、こんな感じでトヨタ86を2台並べてみました。こちらの左側のモデルがトヨタ86の後期モデルの初回特別仕様のカラーリングだね。でフロントの方を見てみると前期モデルと後期モデルでこのフロントのバンパーの形状が違ってるね。
あと大きな違いっていうと、このフォグランプの形状かな。でサイドの方から見てみると、前期モデルと後期モデルの大きな違いっていうと、フェンダーの横あたりのこのあたりのエアロの形状が若干違うのかな。でその他の違いは、このルーフの部分のこのあたりの形状が違ってるかな。リア周りの部分を見てみると、前期モデルの方はテールランプがシルバーになってて、後期モデルの方はテールランプがレッドとシルバーで塗り分けがされてて、細かな作りになってるね。でリアスポイラーの部分は、このあたりはモデルの違いって感じかな。でシャーシの部分は、前期モデルが2012年のシャーシで、後期モデルは2016年のシャーシになってます。内装の部分はこんな感じだね。ちょっとどちらのモデルもブラックで見づらいけど、よく見てみると違いがあまりよくわからないね。内装の方はひょっとしたら前期も後期も同じなのかな。こんな感じで比べてみると、 MF ゴーストの中で登場する86っていうのは前期モデルなのかな。ちょっと詳しくないけど、 MF ゴーストのコミックの方もまたこれから勉強していこうと思います。でその他、トヨタ86の前期モデルでレッドのモデルっていうのを自分のコレクションの中から探してみたら、こんなモデルがあったね。こちらの方を見ていこうと思います。はい、こんな感じでトヨタ86を2台並べてみました。この左側のモデルはイオンオリジナルの富士スピードウェイセーフティーカーモデルだね。こちらの方は以前レビューしたので、またリンクを貼っておくのでご覧いただければと思います。 MF ゴーストのレッドのカラーリングに一番近いモデルは、自分のコレクションの中ではこのモデルだったかな。でボディカラーの塗装のカラーリングの違いはっていうと、一番近いモデルがこれだったんだけど、よく見ると MF ゴーストの方がちょっと赤が明るめなのかな。でもパッと見同じカラーリングに見えるね。でどちらのデザインも塗装面はこんな感じで光沢のあるデザインになってます。でフロントの部分を見てみると、こんな感じで前期モデルのバンパー形状をしてるね。でこのフォグランプのデザインの部分は、これはカラーリングというよりはプリントの違いなのかな。サイドから見てみると、当然プリントとかの違いがあってデザインは違うけど、基本的なボディシルエットは同じになってるね。ホイールのリムの部分はシルバーメッキとレッド、この辺りの違いは大きいかな。リア周りの部分を見てみるとこんな感じだね。よく見るとこのテールランプの部分は、イオンオリジナルの方はちゃんとシルバーとレッドで塗り分けがしてあるんだね。ナンバープレートもついて、なかなか豪華な仕様だね。でどちらのモデルもリアスポイラーはついてないデザインになってます。シャーシの部分はトヨタ86 2012年のナンバー45番なので、同じデザインだね。こうやって比べてみるとカラーリングを微妙に違ったね。比べる前は全く同じカラーリングかなと思ったけど、今回の MF ゴーストのこのレッドのカラーは専用色になるのかな。でプリント量はっていうと、こんな感じで86って大きくプリントはされてあるけど、若干寂しい印象があるね。でもコミックの中でもこんな感じのデザインなのかな。これからも MF ゴーストの中で登場する車種がトミカで発売されるといいね。箱の方は正面のパッケージにトミカの写真と、この部分にキャラクターのイラストがプリントされてるね。ドリームトミカのプリントもしっかりとされてます。で側面の方はこんな感じだね。この部分にもコミックのキャラクターが描かれてるね。で裏の方を見ていくとこんな感じになってます。はい、今日は MF ゴースト第5巻のオリジナルトミカ MF ゴーストトヨタ 86GT を紹介しました。 MF ゴーストの中に登場するカナダ仕様の86がトミカで再現されたんだね。 MF ゴーストのコミックファンにとってもトミカファンにとっても嬉しい一台だね。で今回私は Amazon の方で予約をして購入したんだけど、予約段階からどのお店も即完売状態って感じだったね。発売前からすごく人気が高くてびっくりしたね。
で、発売後もオンラインショップの方ではほとんどのお店で在庫切れになってるね。まだ手に入れられてない方は書店の方の実店舗の方をチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。